はい、みです。こんにちは、どうも。今日は2023年の1月のとある平日ですね。今日僕は東京ディズニーランドの方に来てます。寒い、今ね気温氷点下マイナス2度。今日は寒いです。で、なんで今日この早くランドに来てるかというとですね、今日はですね、なんとね、向かいのね東京ディズニーランドホテルを利用しまして、なんとアーリーでインパークします。アーリー久しぶりですね。今日ねアーリーでインパークして、ね、2大人気アトラクションですね、美女と野獣とベイマックス、この2つをですねアーリーでインパークしてさっと回ったら、果たして何時になるかっていうね、その時間の検証をしたいと思います。やっぱりねアーリーの醍醐味は何と言ってもね、人気アトラクションにすぐ乗れるっていう、やっぱここがやっぱりね、このアーリー一番やっぱ使いどころがある点だと思うので、2つ乗り終わって時間何時になってるかっていうのをね、ちょっと今から実験検証したいと思います。はい、それでは行ってきます。はい、今アーリーここ専用列ですね。じゃあ今から並びます。はい、今時間7時45分ですね。で、今ね正面見えてるのが一般の入園ゲストで、この右側はですね、こちらアーリーのゲストですね。今日ねちょっとね、僕は生着ながらアーリーで入園できるので、今このエリアにいるんですけども、はい、いつもよりも若干やっぱりゲストの量多いような感じがしますね。どうだろうな。はい、今日はですね、このビヨンドグッズって言って、ホーンテッドマンションのグッズの発売日でもあるんですよね。あとは中国がね、あの春休みなんで、いわゆる旧正月の、なので中国からの観光客もいっぱいいると思います。あと学生もなんか今日パッと見結構多いなって感じもしますので、今日はねどんな風になったのか何とも言えないですね。めちゃくちゃ予想がしにくいです。はい、できました。めっちゃいい天気だ、やったー。はい、ほぼ晴れ男。走ってる人はいませんね、ちゃんと皆さん、はい、早歩き競歩ですね。そして真ん中のとこでっかくなんかリハブで囲われてます。すげえなこれで、早速じゃあ行きますか、美女と野獣。などんなもんだろう。はい、人の流れ見てるとですね、正面行くのと右行くのと分かれますね。右曲がるのは美女と野獣なんだけど、まっすぐ行く人は何が目的なのかな。まっすぐ行く人がなんか若干多い気がしますね。まあルートが分岐するのか、でもなんかまっすぐ行きたい気持ちになってきた。まっすぐルートでちょっと攻めてみようかな。多分ね最高列がね、美女と野獣はかなりもうはみ出てて、パレードルートの方まで行ってる可能性があるんですよね。だからこっちの方が、あ、思い出した、真ん中であれだ、ウェルカムグリーンがあるんだ。アーリーで入ると真ん中にねキャラがミッキーミニーとかね、野良でフリーで囲みで確か取れるんですよね。アーリーの特権みたいですよ。ちょっと行ってみようかな。おー、ミキミニの囲みぐりやってるよ、ほらほらほら。しかもめちゃくちゃ見て、すごいフォトジェニックなとこでやってるよ。ミキミニが、はい、ぐりやってます。おー、すげーすげー。はい、これもアーリーの醍醐味ですね。かわいい、ミニかわいい。これはすごいわ、見て見て、すごくね、ほら。はい、ついついですね、ウェルカムグリでちょっと夢中になってしまったので、はい、美女と野獣今から行きます。ちょっと美女と野獣最後尾はこちらですって言って迂回させられました。こっちまっすぐ通れませんね。どこまで伸びてんだろう。ベイマックス今5分待ちですね。でもベイマックスの待ち時間は少ないので、やっぱりねアーリーでいいんだったら美女と野獣から乗った方がいいと思います。あー、ビーマックス待ってるよ、後で行くからな。はい、美女と野獣のキャストが案内してます。どっち、ここだ、これが最後尾だって。はい、どうやらこれが最後尾っぽいですね。はい、美女と野獣です。はい、並びました。30分待ちとのことです。いいっすね、アーリーほとんど人がいない。わあ、ミニスタ行きたい。今美女と野獣並んでます。で、ショップのスタンバイパス見てみるね。はい、今日ビヨンドっていうあのホーンテッドマンションの新グッズの発売日なんですよね。
まずはスタンバイパスの発行状況を見てみます。おお、9時からですね。10時から、はい。なんでさすがあり、全然普通に取れますね。キムタルジは10時からですね。10時オープンなのかな、多分そうだよね。はい、夕方も取得できませんになってますね。はい、なんとガストンの噴水が凍ってます。すご、見て凍ってるよ、うわはい、ここまで来ました、入ります。なんと70分待ちになってるよ。おー、よかったよかった、やっぱアーリーすごいね。はい、いよいよ建物入りますね。めちゃめちゃいい感じに流れてます。すごい順調です、サクサクいってます。はい、プレッションまで来ました。サクサク順調にいい感じに流れてますね。すごいすごい、めっちゃスムースに流れてきましたよ。これ早いわ。じゃあ始まります。動画止めます。はい、乗ってきました。久しぶりに乗りました。やっぱいいね。いやー、朝乗ると思わなかったな、我ながら。はい、はい、ここもね、フォトロケーションですごいいいんですよね。おすすめです。みんなスルーしてますね。めちゃくちゃここ好きなんですけどもね。はい、めっちゃ並んでます。じゃあベイマックス行きましょう。はい、乗り終わりました。なんとまだ朝9時前です。いやー、アーリーすごいね、やっぱね。じゃあベイマックス並んでみます。混んでるね、ベイマックスも。ちょっと行ってくるね。ベイマックスなんと60分待ちですね。正直この時間並ぶの一番良くないと思いますね。60分か、どうしようかな。はい、1時間前後と言ってます。はい、並びます。はい、今ベイマックス並んでます。じゃあスタンバイパスの発行状況を見てみます。はい、ディズニーカンパニー、まずはどうだ。あ、12時ですね。で、17時から取得できないので、多分17時から一般開放だと思われます。すごい、キュンタロジはなんと16時になってますね。おお、やっぱり今日それなりにグッズ人気ありますね。朝9時に仮にこれインしたら、もうこれスタンバイパス16時ですからね。で、キングトルジャーはもうこれ閉園までずっと今日は終日スタンバイパスっぽいですね。はい、ここまで来ました。まあ思ってるちょっと早いかなっていうぐらいね。まあまあ、うん、まあまあですね、時間的にはまあまあです。はい、ベイマックス乗り終わりました。10時ですね。なのでアーリーでインして、美女と野獣とベイマックス2つ回って10時でした。10時どうだろう。うん、この2つ回って10時だな、ええやんって思うか、それともこの2つ回ってもう10時なのって思うかは、まあ人それぞれだと思いますね。まあ、よかったら参考にしてください。ちなみに僕個人的にはですね、やっぱり美女と野獣は朝混むので、美女と野獣は夕方にした方が個人的にはいいと思ってます。でベイマックスもまあ日によるかな、夜空いてる日もあるし、一日中ずっと60分っていう日もあるので、まあベイマックスは難しいんですけども、とにかく朝一インして2ついっぺんに回るっていうのは自分でやっといてなんですけども、あんまおすすめしないですね。やっぱどっちか1個ずらした方がいいと思いますね。ただ2ついっぺんに回ったら時間何時になるかって話やってみたかったので、はい、自分で実験してみました。アーリーでインした2つ回って10時です。1月の平日で10時です。今日は実はですね、学生さん多いですね。あのキャンパスデーだし、テストで、ね、テスト取ったみたいでかなり学生多い、しかも女の子多いですね。かつ中国が今あの、ね、冬休み、あの旧正月のお休みシーズンですので、それでね、あの中国人旅行客も若干多いような気もしますね。はい、よかったら参考にしてください。じゃあね。